はい、どうも皆さんこんばんは、そらです。新年明けましておめでとうございます。1月もう前半終わりますけど2020年も、何卒よろしくお願いしますということでですね、新年一発目の動画をやっていこうと思うんですけども、本来であれば新年一発目で、ね、ちょっと今までと違う動画を出そうって決めてたんですけど、まあね、慣れない撮影、慣れない編集のおかげさまで、非常に制作が難航しておりましてこれを待っていたら1月中動画投稿できねえなっていうことで、今回はいつも通り新年一発目からやっていこうと思います。で、新年一発目の動画のテーマ、まあ、僕動画作るときいつもテーマ作ってるんだけど、今回のテーマに関しては冬の釣り、まあいつも通りですね。ただ冬の釣りで以前に二強の釣りをちょっとご紹介させていただいたと思うんですよ。一つがフットボール、一つがサスペンドジャックベイト、この2つがあれば俺の冬の釣りって大体完結するんだよねみたいな話をしたと思うんですけれども、じゃあいつでもどこでもどんな時でもフットボールジグとサスペンドジャックベイトがあれば、通用するかって言ったら意外とそうでもない。というか、例えば船に乗ってリザーバー的なところ、まあ急進なバンクがあるようなところだったらフットボールジグとか最高に生きてくるし、ジャックベイトも使いやすいんだけれども、逆にフラット気味なフィールドとか、あとこういう今おかっぱりとかねになってくると、フットボールジグもサスペンドジャックベイトも使いづらいんですよね、正直。おかっぱりがメインで釣りをしていた関東時代があるんですよ。僕関東に住んでて釣りをしてた時期があったんだけど、そこでは一切フットボールジグとか出てこなかったんですよ。いくらフットボール好きだよ、フットボール得意だよって言っても引っかかるから、そこどうしようもねえから使ってなかったっていう経緯もあって、使いづらいシチュエーションがある。で、使いづらいシチュエーションでどうするかって言われた時にどうしようもないじゃんっていう話になってきちゃうから、今回はね、冬の修行。今冬はフットボールジグ、サスペンドジャックベイト釣れるって分かってる。俺の中でもそこそこ完成されてる釣りなのに、これだけやってたら引き出しがいつまでたっても増えないなってことで、今現在は俺の頭の中にある知識だけど自分の武器にできてないようなものをこの冬は突き詰めていこうかなっていうことでやってます。で、考えうるべきことっていうのは、比較的おかっぱりでも使いやすいっていうことと、フラットなフィールドで引いてきて、横に引いてきて冬の魚を取っていけるようなルアー釣り方っていうのが必要だな。で、まあいろいろあるんですよ、そういうテクニックとかルアーとかね、いろいろあるんだけど、自分の中で割としっくりきってかつ有効な手段として、まあ僕の中で今のところ突き詰めていこうかなって思ってるのはこいつ、スピナーベイトですね。今回はね、冬のスピナーベイティングをね、説明していこうと思います。まあ、スピナーベイトって言ったらキングオブルアーですよ。いつでもどこでもどんな時でもどんな使い方でもできるっていうところがやっぱりスピナーベイトの強みかなとは思うんで、で、僕が一番そのメインにしたい、横に引いてくるっていう釣りが絶対的に強いルアーだし、沈むから浅いとこから深いところまで攻略可能だし、その気になればバーチカルカバーっていう、まあいわゆる日本的に言うと縦ストネを攻略することもできる。フォーリングでね、パッタパッタパッタヘリコプターっていうテクニックなんだけど、バーチカルに誘うこともできるし、例えばフットボールで攻略したいよなっていうような垂直気味の岩盤でも、こいつで舐めるようにカウフォールとかさせていくこともできるし、まあ、止めることが唯一できないっていう欠点はあるけど、それを補ってあまりやる汎用性からやっぱりスピナーベイトっていうのは強いんじゃないかなと思っております。で、冬の定番というのはもっと、例えばスイムジグとかさあると思うんですけれども、まあぶっちゃけスイムジグなんかスピナーベイトの応用でしょっていう、ね、スピナーベイトの使い方の応用だと思ってるので、まあ、スピナーベイトが使いこなしたら、まあ、ローテーションの一角としてスイムジグも全然ありかなと思ってるんで、まあ、ちょっと違うかもしれないけどね。なんで今回はスピナーベイトの釣りをね、ご紹介していきましょうということで、で、ちょっくりはスピナーベイトの使い方をね、説明、実況を交えながら説明していきたいと思うんですけど、まず基本的にはステディリトリーブなんですね。まあ、投げて、巻く。非常に当たり前の話なんですけども、ここで気をつけなきゃいけないのは、可能な限り水平気味に泳いでくるように巻いてくるっていうことが大事なんですよね。で、どんなん簡単じゃんって感じかもしれないけど、実のところ言うと、結構ルアーの重さに対して、この巻くスピードがゆっくり気味な人が、割りかし多いってなって、まあ、スローリトリーブなんトゥースローっていう状態になってしまうんですね。どういうことかって言ったら、この、ね、クランクベイトのように逆放物線を描いてしまう。つまり巻くスピードが遅すぎちゃってルアーが沈んでいこうとするんですよ。こうなってくるとステディリトリーブとしては微妙
だからある程度しっかりと巻きスピードを覚悟してルアーの軌道をもう引いてくるんですよ。若干上向きに来るぐらい、まあ、水平に近い、軌道で泳がしてくるっていうのは基本なんですね。だから思ったよりもしっかり巻いてやることが大事。これがステディドリフ。ただし冬はあんまり使わない。じゃあ冬に使うのは何かと言ったら、まあボトムまで落として、いわゆるボトムクロール、ボトムにコンタクトさせながら引いてくる。これがやっぱり冬の時期やっぱよく使うと思います。まあ、ボトムクロールもう読んで字のごとくですよ。ボトムにコンタクトさせながら引いてくる。でこの時にコツとしては、もうただボトムずるずる引きゃいいかって言ったらそうではなくて、ボトムまで落としてね、でまずボトムまで着底したらワンジャック、こうすることによって、ルアーの姿勢をこう整えてやって、かつラインをなじませてやることで、引きやすく、よりボトムをトレースしやすくする。でそこから、まあ、ボトムに当たるようにリトリーブしてくる。この時に、竿先とか見てもわからんと思うけど、ガン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 って当たるのはダメダメ、引っかかるしね。まずかといってちょっと早く巻きすぎちゃって何も当たんない、何も当たんないっていうのはもうそれボトムクロールになんないからダメだから、こう引いてくる中で、たまにくる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 カツンくる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 カツンぐらいね、これぐらいの当たり具合になるようにこの巻くスピードをね整え調整してやる、巻くスピードを調整してやるっていうのが非常に大事になってきます。たまにカツ、あ当たりすぎてんなって思ったらちょっとだけ速くする、カツカツね、こんな感じで、あと何かに当たった時の当たり方もさ結構大事で、グリ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 ガンって当たるようなまあガツッガツッガツッって当たるような当たり方はダメ、カツンカツンぐらいソフトなタッチ感を心がけましょう。それは結局どういうことかって言ったら、スピナーウェイトってこういう泳いでるわけじゃないですか。何か石とかね、高さのあるものに対して当たるときにこういう当たり方をしたらガツンってなるんですよ。でこっから障害物を乗り越えようとしたときに、基本こうルアーが横倒しになった状態で乗り越えようとするんだけど、こうなると結構引っかかるんですよね。じゃなくて、例えばもうちょい上っ面をこのヘッドとかこのフックあたりでカツって当たるようにすると、当たり方が非常にソフト、カツンってなってくれるし、乗り越える時も前転回避っていうかな、こういう風に前回避してくれるんで引っかからないですよ。これが思いっきりこのアイの部分とかでガンって当たっちゃうと、乗り越えようとすると横倒しになっちゃうから、これが引っかかる。だから、ガンガンガンって当たって抜けてくれてる時っていうのは運が良かったと思ってください。だからそうガンガンって当てないように巻きスピードを調整してやる。これがボトムクロールの、コツというか気をつける部分ですね。でボトムクロールって言ってるけど、それってスローロールじゃないのって皆さん思うと思うんですよ。スローロールってもうちょっと広い意味なんですよね。どういうことかって言ったら、例えばウィードフラットの面をかすめるようにスピナーウェイトを引いてくる、これがスローロール。ボトムじゃないからそれはボトムクロールとは言わんけど、やってることはボトムクロールに近いでしょ。だからそういったのをスローロール、だからボトムクロールも一応スローロールの一種でも、ボトムでやってんだからボトムクロールっていう言い方なんです。 Do you understand? でもう一個ね、めっちゃスローな、使い方、デッドドラッキングっていうのがあるんですよ。これボトムクロールよりもさらにスロー。どういうことかって言ったら、まずスピナービートを投げてボトムまで着底させてやります、着底させてやります。その後どういう風に操作するかって言ったら、こんな感じ、例えばね、例えばこんな感じで操作してやる、ね、まるでジグを使ってるような操作ですよね。そうなんです、デッドトラッキングっていうのはそういうの、ジグとか もうちょっと巻いてもいいけどね、こうこんな感じで、まるでジグとかテキサスとかを扱ってるかのようにスピナーベイトをボトムで使ってやる。まあスピナーベイトのこのブレードのパワーっていうのをなんかこう活かしながら、アプローチしてやると、ジグとか、テキサスとかと違うアピールの一種として、攻めることができると。ただし根がかりが怖いと、ね、まあ、そういうデッドドラッキングっていう使い方もありますよということですね。
でタックルをちょっとご紹介していきましょうか。 B カスタム、まあね、往年の名作というか、もう僕がいろいろ試した中で市販品として僕が一番しっくりくるルアースピナーベイト、そしてやっぱもう B カスだなということで、B カスタムを使っております。僕の原点のスピナーベイトであり終着点のスピナーベイト、かっこいいね、いいけど。で、ウェイトは8分の3オンス、軽め、軽めを使うことによってよりゆっくり引くことができるからこそのちょっと軽め、まあ、4分の1でもいいかもしれない。で相も変わらず、シングルブレードチューン、前のブレードは取っ払ってます。こっちの方が、輪郭がはっきりするので、バイブレーションの個人的に使って気持ちいい。で最近はトレーラーフックをつけております。しかもティンセルがついてるやつ、このティンセルは自分で巻いたやつです。針自体はハヤブサの T 並木さんの、針です。で、元々僕はトレーラーフックあんまり使ってなかったんだけど、なんでかっていうと根がかるからね、根がかるからトレーラーフックあんまり使ってなかったんですが、まあトレーラーフックがあったから取れるよなっていうのも確かにある、確かにあるなっていうことで最近はトレーラーフックをつけてます。ただしやっぱりその根がかりをどうにかしたいなっていうことでいろいろ試したんですよ。でこういう何ゴム管で挟み込むタイプって、フックの自由度が高いせいで結構ね根がかるかといって、このトレーラーフックの間にゴム管かぶせて抜くようにこう針を通すやつはガチッと固定はできるんだけど、例えばなんか激しく着水したとかなんかにぶつかった時に、フックがこういう風にずれちゃう、ずれた状態で固定されちゃうっていう欠点がある。それが嫌だった。これもっともっとね、これならこうなるぐらいならブラブラしてくれた方がまだマシっていう感じだから今挟み込んでんだけど、これだと根がかりがちょっと多い。でどうしたもんかといろいろ考えたときに、よかったのは流儀のトレーラーフック、ゴム管をこう なんかこの辺に通してさ、フックを固定するやつで、フックが固定されるしかつまっすぐ固定されるっていう、まあ、まさに最高やんっていうトレーラーフックやったんやけど、なんかここにゴム管通ってんのが許せなくてちょっとそれが生理的に受け付けないということで、もうそんな理由でちょっと最近使ってない。で、まあ、他になんかスマートなやつはねえかなっていうことで、現時点で僕がありかなって思ってるのはこのティンセル、まあ、ティンセルがあることによってこうスピナーベイトが泳いでいるときにまっすぐトレーラーフックがなりやすい、かつこのわずかなティンセルのボリューム感でこう横倒しになったときとかにフックが、こう跳ね上がってくれるというか枝を拾いづらくなる、ほんの少しねなってくれるっていうのと、このティンセルがまあなんやかんやでいい感じでバイトマーカーになってくれて、ここでかかってくれるし、かつ、ティンセルのおかげで吸い込みもいいっていう部分で、まあまあいいかなっていうことで最近はティンセル付きのトレーラー服を使ってます。これ全部畑拓馬さんが言ってました色合いはちょっと合わないけど、まあまあでも悪くない、そのここにこうチューブついてるより全然マシかなっていうことででロッドはハヤテの75、ハヤテ75ですね。もっとグラスロッドとかグラスコンポジットのロッドを使ってやってもいいんだけど、巻物だから。ただやってることが結構感度とか操作性っていうのが大事になってくる釣りなので、グラスコンポジットよりも感度面で有利なハヤテを使ってます。で、まあ、ちょっとなかなか難しいんだけど、ジグっぽい扱いもできるし、巻物を乗せていくこともできるっていう味付けの竿じゃないとスピナーベイトって結構やりづらいんですよ。だから僕長いことね、スピナーベイトの竿っていいのねえなーって思ってて困ってたんだけど、ハヤテ75は非常にいいっすよでもひいきばっかしてるけど、底物を扱える感度と巻物を使っても乗せていけるこのネバさ、僕が嫌い嫌いと言っていたバーサタイルっていう言葉さを尊敬の意味を込めて言える竿です。マジでこれ本当にいい。ネックは7フィート5インチだけどね、7フィート5インチって長さだけど、ただねやっぱいい意味でも悪い意味でもあんまりその7フィート5インチっていう長さを感じさせないし、強く実感するなかなか難しい表現ですけど竿になっていると思います。でリールが、ジリオンの SV トゥイング。別に円筒が絶対的な目的じゃないから、まあ、いろんなところで使いやすい SV トゥイング。ジリオンのね。スティーズティーウィングでもいいと思う。やっぱりこんぐらいコンパクトで、アンダー 200g ぐらいのリールの方が使いやすい。
ジリオン HLC っていうのは HLC も背負えるよっていうのであって、僕はあんまりベストマッチだと思ってないから、まあ思いっきりバーンって飛ばすんであればベストマッチかもしれないけど、それ以外のところではちょっと使いづらさが目立つかなと。でラインは、いつも通り PE の2号に対して、フロロのリーダー 15m を取ってます。太さは20ポンド、16でもいいかなと思うんだけど、まあ20安心感を求めて、ね、いつものロングリーダーシステムですね。よし来た、よし、おお、やっぱり来たところだぜ、でけえ、よいしょ、ちょっと余裕がなかった、冷てスプリメイト、メインフックだね。よいしょ。スピナーメイジ。いやー、冷てー。よし。